どうも柴田でーす。はい、今日はですね、進撃の巨人とパズドラがコラボとしたことが大事。進撃の巨人とパズドラのコラボダンジョンと、コラボガチャをね、回していきたいと思います。まあ、まずはダンジョンから行こう。全くね、触ってないんですよ。全く触ってないの。なもんで、もう初見プレイ。初見プレイで行きます。パーティーはね、まあ、曲芸かな。曲芸で行きたいと思います。挑戦。ん？3って書いてあったよ。3つしかないの？モンスター。モンスター3しかないの？すごい悪いやん。あ、硬っ。意外と硬いな。意外と硬いけど、サードは簡単やね。2やっぱ3しかないんだ。おかたいなぁ。金さん、これ、いっとくか。一、二、三。あ、やばいやばい、足りないじゃん。どうしよう。これでいけるか。三。あー、でも三ターンあるね。三ターンある。さあ、どうしようかな。で、1個作って、1個作って。あーっとー、やばい、どう、あー、なんだ、余裕だった。余裕だった。え、これで終わり？これで終わり？え？ちょ、ぬるすぎだろ！ぬるすぎだろ！あ、大巨人。体力タイプの HP ほんの少し上昇。攻撃力 2.5 使わないだろうな。激レア。リヴァイのカード。あー、リヴァイのスキル、たまらんやつか。いや、これ、なんでこうなの？なんで3つしかいないの？敵がいないのか。なんか出せるような敵がいないからかな。キャラクターが少ないからか。全然だね。マジで。ガチャの方行ってみましょう。3回引ける。3回行こう。いやー、ダンジョンちょっとビビったなー。3って。まあいいや。回していこう。銀。サシャか。サシャ。体力タイプの攻撃が 2.5 倍。スキル使用時。半分どうぞ。6ターンの間、体力タイプの攻撃量ほんの少し上昇。エンハンスか。まあ、でも、ないな。
サードは。おー、銀。相変わらずやっぱコラボはきついね。締めてる。またサッシャ。イラーネッツの。ラスト。言います。銀、あー、誰やねん、こいつ。誰、あ、使えない、使えない。使えねえ。売りましょう、売りましょう。使えねえなぁ。はい。ちなみに、これどうなの、これ。あ、エレン・イエガーある。エレン・イエガー。エレン。80% 以上で、攻撃と体力の攻撃力が4倍。ドロップを消したとき、回復力10倍の HP を回復。あ、これは強いね。そんなでもないな。今回ね、どう？正直ちょっと、なんか、ダンジョンが全く面白くない。ちょっと、進撃の巨人コラボ、今回全くダンジョンが終わってるっていうのと、まあ、落ちるモンスターも全然使えないし、あとなんか、あれだね、まあ、エレンはまあ、ギリギリ、エレンギリギリまあ、使えるかなっていう感じだけど、ちょっとね、リヴァイとかミカサとか弱いでしょう。ちょっと、おっきなコラボのイベントだったのに、結構進撃滑ってる感がありますね。いやー、まあこれ以上ね、石使ってコラボ引く価値はね、ないかな。まあまあこんぐらいにしておきましょう。ということで、柴田の進撃の巨人コラボやってみた感じでした。では。